どうも藤丸です。では引き続き、一章、ブルール攻防戦、防衛戦か、帰郷、こちらの方ね、進めていきたいと思います。まずはエピソード 1A。この風車塔を見るとふるさとに帰ってきたって気がするな。そうだね、親子風車あってこそのブルールだもんね。ああ、フラグがそれじゃあ私はこれで失礼します。帝国軍が近づいているようなので気をつけて。最強のパン屋さんと言われている。イサラ、疎開の準備は進んでる？はい、日用品以外の荷造りは済んでいます。帝国軍が近づいているようだから日が暮れる前にはブルールを断とう。マーサさん、兄さんが帰ってきました。お帰りなさいませ、ウェルキン坊ちゃん。わあ、全然覚えてない。マーサさん、坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ。もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろう。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。声異常に老けてんの。5人目なので慣れたもんです。こんにちは。ウェルキンいますか？ウェルキンさんじゃないの。オリシアじゃないか。さっきのお詫びにと思って。はい、これどうぞ。パーン。え、もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだからちゃんと調理して食べてね。私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあ中に入ってよ。まあおっさん的にぶっちゃけ申し上げますとですね、そんなことがあったんですか。この辺のこの ドラマというか、このエピソードのこのやり取りパート、正直です。これもう個人の好みですからね、本当に申し訳ないんですけども、これ正直ですね。これ今、まあ、一応一個一個こう見てますが、実際、初見でプレイしてた時はほぼ連打してた気がします。すいません、ちょっとね、戦闘システムとかのこうシミュレーションのところすっごい僕、まあ大好きでよくできてんなと思うんですけど、まあちょっと好み的にちょっとこの辺の下りはですね、まあダメじゃないとはもちろん思うんですけど、まあちょっと合う合わないってやっぱどうしてもあると思うんですが、正直ことどうでもいいかな。でおっさん的なんですよ。それは僕が生まれる前の写真だね。まあこれがいいんじゃないかっていうね、このストーリーとかドラマがいいんじゃないかっていうね、方には大変申し訳ないんですが、そこはちょっとおっさんの好み的な問題でちょっとあれ、はい、将軍の隣に写ってる方は、私の父テイマーです。そうそう、ちょっとね、父は技師でお父さんちゃうねん。え、でもイサラ養子なんですよね。両親は私を産んですぐに事故で他界しました。ダルクス人でしたっけ。一人残された私を将軍は養女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。まあこの辺の設定的な部分はね、まあ結構聞いちゃったかな、あれなんですけど、ちょっとこの子ね、気にしないでください。2人とも私の大切な父ですから。小芝居がだな。そっか小芝居とかだいぶ失礼なこと言ってるのあ、もうこんな時間。私そろそろ失礼しますね。兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあアリシアを送ってくるよ。ごちそうさまでした。それじゃあ失礼します。はい、ということで、これでまあ今トトトンと 1ABC と来ちゃったわけですね。はい、で、さあ先ほどフラグが立ちました風車島のエピソードですね。この通りもだいぶ寂しくなってしまったね。帝国との緊張が高まってからほとんどの人がブルールを離れちゃったんだ。ブルールから人がいなくなるのは寂しいことだけど、いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。ウェルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん。僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。え、そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ、自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。戦車砲じゃー。この音。あ、違うか。ドギャーン、親子風車が街のシンボルギャー。ドギャーン。かかれ。まあこのキャンバスを使ったグラフィックはね、まあ今みたいに結構人がね普通にパーンとこう撃たれたシーンとか、あの辺こうなんかなんていうんですか、戦争の生々しさを描きたいというところではないというところですよね。この柔らかい温かみのある絵を使っているのは。そうじゃなくて、その戦場におけるこのいろいろなその人間模様というか、そっちにフォーカスを当ててるので、その戦場のその生々しさとかその辺をね主題にしているのではないというところが、はい、この絵で表しているところだとは思います。で、今 2C まで見まして、さあ、いよいよ1章の、攻略パートでございます。ブルール防衛戦。はい。市街戦になりますかね。それでは、作戦を説明します。はい。帝国軍は風車島広場に侵入し、ほぼ広場全体を制圧していると。はい、はい、土のうに隠れながら前進し、風車島広場を目指します。お、敵のリーダーの撃破。敵のリーダーさえ倒せば勝ちということですね。はい、隠れてるかもしれませんと。ウェルキンとアレシアが死ななければ OK と。で20ターンも経過しちゃダメですよと。これより作戦を開始します。みんな私たちでブルールを守りましょう。さあやっさあこれより風車島広場にいる帝国軍を攻撃します。目的は敵部隊の隊長を倒すこと。はーい。隊長を倒せば指揮系統が乱れて町の人たちが避難する時間を稼げるかもしれない。分かった、気をつけていこう。ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。はーい。ダメージについて、敵から受けたダメージは次のターンになると一定量自動回復します。大きなダメージを負ってしまった場合は、回復に努めましょう。ゼロになっても死にませんと。瀕死状態になりますと、はい、あ、この戦いでは助けることはできませんと。後半になっていくとですね、支援兵とかいうのが出てくるんですけど、それがね、なんかなんだっけ、ラグナエイドっていう、あれでも、あれウェルキンとかも持ってなかったっけかな。まあ、で、その回復アイテムがね、使えるようになってきます。はい。ちなみにこれ全員今、これ、このマークは何でしたっけ？偵察兵のマークでしたっけ、これって。よし、行くぞ。ウェルキン、丸。索敵ライン。はい。あ、これね。はい。丸からの、あれ？R1。これ前回説明したところですね。はい。ちなみに弾もね、これ、無限、今多分ウェルキンが持ってる銃は無限の弾数なんですけど、ものによってはね、はい。武器が、弾がね、消費、限られているものもあります。でその辺もね、支援兵が補給してくれたりするんですけどね。ちなみにこれ四角ボタンで武器をチェンジできるはずなんですが、これまだこのガリアン1というライフルしか持ってないということですかね。ターン。よしウェルキン終了しますか。アレシア行きまーす。て丸。さあこれでグレネード持ってたんで投げちゃいましょうかね。これ届かねえんじゃねえかこれ。いいか、ちょっと投げてみましょう試しに。せいよドギューン。さあこれで敵が丸裸になりました。じゃあ自警団君頑張っていこうか。こっからの、さあまあこれは丸裸なんで倒せるでしょう。さあ頭に標準を合わせて丸おつけい。さあフェーズ終了。隠れてましたね。だ反撃食らいました。あ、いいですね、だいぶ減らしました。自動反撃。反撃せよ。いいですね。このように敵のターン中にね、いいポジション取れてれば、こっちのターンに入るときにもすでに敵が割とヒットポイント減らしている状態で始めることができるということですね。はい、じゃあウェルキン突撃しますか。これ乗り越えて、はい、こうやって乗り越えることができます。へい、よっしゃ。でここまで来て、しゃがむからの終了。今ウェルキンの角度まで行ってこいつが見えましたね。はい、じゃあ実景団君に行かせますか。しゃがむからのてい。どうしようかな、ちょっともうちょっと先行かせるか。いるな。そこまで行きますか。ほっ、終了。ここにいましたか。偵察兵が2人。はい、アリシア裏から回したいとこですが、いけるかな。行動開始します。裏からいけるかな。これマップって見れないんだっけ。地図、あ、こっちか。うふー、あ、ちょっと、はい、しゃがむからの R1。 てい、うん、さあ、で敵がどう動くか。敵の CP がやたらありますな。ナイス回避、反撃、いいですね。死ね。ああ、惜しいや、ミリのことか。当たれ。あ、おっしゃ、倒しました。あれが敵のリーダーだったか。おい、まさか戦車だー。これアリシアの後ろに出たんじゃないか、もしかして。この戦車やばくない。やっべえ、もうダメだもうダメだ。さあ、基本的にはこの戦車ですね、対戦車兵がいないとちょっと勝負にならないんですけど、まあ、あるいはこちらも戦車があればってとこですが。おお、こっち来んなこっち来んな、これやめれやめれ。さあ、後ろの青いところを狙えばなんとかなるんですが、ギャーギャー。さあ、これどうする。ミリダメージ与えましたが、ウェルキー、戦車よ。やべっすわ。まずいな。今の僕たちの武器では戦車に歯が立たない。立たねえ。悔しいけど一旦ここは交代しましょう。嫌じゃ。メルキー、この大通りから東の路地に向けて。そこなら戦車も追ってこられないはずだから。あとなるべく障害物に隠れながら移動してね。戦車の砲撃をまともに食らったらおしまいよ。はーい。あそこ、ここに行けと。まあ、敵がこんだけいっぱいいますので、戦車がここ、まあ敵がここに密集していることを考えたらルート的にはこっちしかないかな。はい。じゃあまず自警団死にそうだなもうちょっとじゃあウェルキンが一番ヒットポイントあるんでウェルキンが特攻しますか。いきまーす。ヒュッ。ちょっとお前しんどげよこら。よしからの違う立ってダッシュからのしゃがむ。あ、これめっちゃ撃たれんな。ここウェルキン死にそうじゃねえもん。アリシャゴー。ほ当たるか。ナイス。うわ、戦車真正面だな。やばくないかこれ。ゴー。うわ、ここ見えてるやん。ここストップ。これさ、アリシャもう一回行った方がいいんじゃないこれ。私の出番ね。あ、これいけないのか。やべえ。乗り越えろからのあれどこ？あれ？ゴールどこ？ここ？あ、違う。あれ？ああ、終わった。あれ、ここゴールちゃうの？これはダメかもしれんね。あかん。ウェルキンが死んでまう。ウェルキンが死んでまう。あみんなすまないここまでのようだ。マジかガメオベロあれちょっとアリシアあれでもクリアできると思ったんだけど全員行かなきゃいけないんだっけ。うわ、最初からか。